もう帰ってきたのか。はい。もう嫌だった。いや、違います。結婚式があって。うん。それで一時帰国です。なるほどね。今吉本本社やけど、だいぶ気まずいやろ。気まずいです。もう帰ってきたのみたいな。なあ。なんか村裏切ったやつに締め付けられるような、そんな目で見られてたな。もう、怒られや。めっちゃ楽しいです。視聴者の人見てください。もうめちゃくちゃ痩せて。何キロしたん？でも2、3キロ落ちたんですかね。お前の体重から2、3キロって結構やろ。はい。もう立てられへんやろ。いや、そんなことないですけど。うん。かわいそうに。むしろ食えてんの、あんまり食べてないですね。合わない。合わない。日本食は？日本食もあるんですけど、うん、やっぱり違いますね。お米の味とか全然。ラーメンとか。ラーメンとかもありますけど、高すぎて。いっぱいいくらですね。いっぱい2000円以上。ラーメンで2000円？はい。でも食べる気にならないです。でもその分時給とか高いよね。時給ははい。3倍ぐらいはあります。3000円ぐらいはホームシックなってない。まだなってないです。どうなるよ。手なくすったらいいけどな。はい。もう戻ってきたくない。今はそうですね。楽しい。もう歩いてるだけで楽しいんで。なるほど。海外。日本の人と電話したりしてるの？元気とかさ、たまにありますけど、そんなに頻繁にはしてないです。実家帰った？実家を帰りました。親に何て言った？いや、まあ、頑張ってみたいな感じで、あんまりその心配もせず。意外と、はい、お前の代わりにサバイクが入ったから、はい、うん、いい感じ。毎日飲んどるわ。え？毎日？ほとんど言ってるさ。断らないでも、すぐ来るから。いいですね、よかった。昨日も飲んでた、昨日も。どこで飲むんですか？あの、身長が120センチ、ほら、スナックがバラバラな、行ったよな。はい。うん、ここ行って、うん、すごい、仲良しですね。うん、大型やから気合うわ。すごい、血液が、うん、私も大型なんです。そうやの、まだ大型もっと AB が悪いの。いや、村田さん、よかった、それはな。なるほどな。いつ帰るの？明日？明後日帰ります。あ、明日何するの？明日はちょっと友達と遊んで。どこ行くの？軽井沢。軽井沢？どうして？はい。アウトレット。あー、やっぱ日本が安いから、そら。そうですね。あれがなんとか姉さんがお前の写真撮ってくれる。あやねえ。あやねえっていう詳しい。めっちゃインスタ見てくれてます。見てるよ。あんな世界観だけ残されたら、写真で砂浜だけとか海だけとか。はい。あ、そう。かまいたち電話したの？あ、電話来ましたね。来た。あ、YouTube で。YouTube で。まあ、お前のせいじゃないけど、お前が海外に行ってから藤本さんがああいう事故になったわ。え？藤本さんね。事故？車でね。あ、事故あったんですか？うん。あ、知らない、そのニュース。全然です、日本のニュースも。私今そうだよね、藤本さんと事故ちゃう。そう、お前が海外に行った途端に事故っちゃって。いや、私のせいって言うから。それはたまたま。うん、そうだ、そうだ。大丈夫なんですか？まあ、まあ、なんかいろいろあるみたいで。すごいね。すごい、だって堤下さん、井上、藤本、どんだけおんねん。車、とどろきや。とどろき兄弟や、ほんま。元気でよかったよ、ほんま。はい。うん。また行ってくれよ、あの、男できたら。ちゃんと、あの、判断してやるから。わかりました。あ、お前の動画むちゃくちゃ回ってたから。え、そう、どの？あの、俺とお前で撮った動画。すっごい回ってた。回ってましたね。うん。キャッチボールのやつ。そう。ありがたいわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。見てる皆さん、応援してる方もいますから、はい、一言見てる人にお願いします、はい。
ありがとうございます。私も YouTube 始めたのでよかったら。あ、ほんまやな。あ、こちら出てますんで、あと概要欄載せてるんでチャンネル登録してみてください。ありがとうございます。うん、見に行ってください、はい、で、CM 誌とかのなどの、あの、女子とかね、 CM 誌とかの話ないです大丈夫です、大丈夫です。あ、ないということです、はい、なりました。というように、こいつも痩せながら頑張ってるんでね、今も海外行って頑張ってほしいですね、はい、もう、立ってるのしんどいやろ。いや、そんなに痩せてます？そんなガリガリじゃないです、大丈夫です。わかりました。父さんも元気でやってますので、はい、皆さんも頑張ってくださいということで、一時帰国、急に、動画撮影してみたでした。さよなら。さよならって英語なんて言うの？ See you。 え？ See you。 See you。 今何覚えてるの？ See you と。Goodbye。 Goodbye。 どういうんですか？さよならどういう単語使いましたの？え？さよなら？うん。 See you。 Goodbye。 いいか、今ないかも。3つだけ覚えてる。絶対これ覚えてたら海外の人見るから、ジャパニーズと、マネー、ヤクザ、これ3つジャパニーズや女ヤクザ、これだけで一番いけるから、うん、いけません。もう吉本辞めたから炭も入れていいから炭炭入れていい、タトゥー、うん、あの吉本の怖いマークあるやろ、今出てるけど、シンボルやけど、このハート食ってる口のやつ、こういう今出てますけど、それ入れるよ、この辺に変わってなくてよかったです、はい、はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。 OK、 10分いや、6分半です。今6分半短い。ちょっと待って、短いちょっと待って、短いって言われてるかな短いって、ちょっと待って、1日の疲れを教えてよ、ルーティーン、お前の1日のルーティーン、朝7時に起きて、うん、バイト何してんの？日本食レストランでウェイトです。それはでもいいの？マカロニを食えるだろ。はい。で、バイト何時まで？22時ぐらいまで。時給いくら？時給3000近く。高いな、でもやっぱり。で、一人じゃなくて今誰と住んでる？今、オーストラリア人と中国人とシンガポール人と私。世界洋社会合みたいになってるよすごっ、はい、全部言葉バラバラよ。あ、でもみんな英語です。まあ、他の3人は英語ペラペラ。まあ、そう、もともと3人は住んでて、うん、なんか一部屋空いてて、うん、そこに私が入ったって感じです。プライベートどうすんの？男性、その人たちが呼ぶとかあるの？そう、彼氏とか。ああ、あ、どうなんですかね、それは分かんないです。でも全然呼んでないです。まずいな、それもあったなそれが毎日のルーティン。はい。土日は？土日は海に出かけて、うん、ぼーっとしたり、サーフィン、サーフィンしたり。サーフィンやってみる？サーフィン、まあ、1回だけやりました。うまいの？いや、全然うまくないですけど、教えてもらいながら。俺だって宮崎やからサーフィンちょっと考えたりして。ええー、ちょっとお前それ椅子の上だってさ、椅子の上だって見して、どういうのですか？サーフィンですか？うん、見して。パッてサーフィンやってる感じで、うん、うん、こんな感じ。どんな力士か？いや、これ以外なくないですか？もうすぐ2枚目か、お前。こんな感じ。そんな程度ばっさり。ねえ、お金じゃないですか、うん、こんな感じです。まあまあまあ、はい、いやいや、それいいよ、そのまましといて。え、はい、それ、あとさ、聞いたかったんだけど、その、はい、向こう行ってさ、これだけは嫌だなってことあるの？あー、これだけは嫌だ。うん、やっぱトイレが汚いとかですかね。うん、なるほどね。トイレ、あ、洗うティッシュはない？いや、ティッシュはあってちょっと流れるんですけど、やっぱ日本に比べたら不衛生な、その辺が。はい、若干綺麗な方ですけど。有料トイレとかないの？
綺麗なバージョンのトイレ。ああ、まだ見たことないです。なんかじゃあ逆にちょっと行きたくないの。トイレ好きやから、すごい綺麗好きやから。そうですね。やっぱウォシュレットとかあるのめっちゃいいなって。うん、やっぱいいよな、そう。改めて気づいたよ、そうやな。気づきました。ええことや、うん。よかったよ、考えてて。また帰ってきたら連絡くれよ。飯でも来い。はい、うん、いろいろ応援してくれてる人もおるわけやねんから感謝していかなかったな。何かあったら連絡してこいよ、うん、まあ頑張ってるんでまた応援しちゃってください皆さん。はい、今日は長い時間ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。どうぞ。おっす。